崩れた高速道路倒壊した商業施設道路の被害ノースリッジ地震は1994年1月17日4時30分55秒アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス市ノースリッジ地方で発生した地震であるロサンゼルス地震とも呼ばれるモーメントマグニチュードは6.7だが震源は14.6キロと極めて浅い被害を受けた人は死者57名 負傷者、約5400人、入院1467名に上る。また、高速道路が崩壊するなどの被害を受け、米国史上最も経済的損害の大きい地震となった。新王は、ロサンゼルス中心部の北東 32km、サンフェルナンドバレー、当初ノースリッチ地方と考えられた。 アメリカ海洋大気町国立地球物理データセンターは、新号の地理座標を北緯34.213度、整百118.537度、エルクウッド通りの端、ベアド通りの東と決定した。被害は 77km 離れたところまで達し、最も大きな被害はサンフェルナンドバレー西部とサンタモニカで生じた。高速道路での主だった被害は、 信号から 32km まで達した連邦国道10号とカリフォルニア州道14号は完全に破壊され再建が必要となった。この地震によっていくつかの商業施設が倒壊したが地震発生が早朝であったこととその日が合衆国祝日であるマーティン・ルーサー・キング誕生日であったため死傷者は最低限に止まったと考えられる。また カリフォルニアでの地震活動は以前から知られており地元の建築基準法により地震による構造崩壊の危険性を低減するための構造設計が義務付けられていた実際倒壊した建築物の一つは基準法に違反していた被災建築物の調査により高構造が予期していたほどには効果的でなかったこと判明したこの調査結果をもとにして 建築基準法の見直しが図られた。地震は、症状断層によるもので、加速度は広範囲で 1.0G に達した。多くの被害は横揺れによってもたらされたが、被害の一部は火災と地形変形によってももたらされた。地面が50センチメートル上昇した地域もある。この地震は、カリフォルニアで起きた、甚大な被害をもたらした地震の中では、3つ目に当たる。 一つ目は23年前の1971年に発生したサンフェルナンド地震である。二つ目はサンフランシスコの南で発生した1989年のロマプリータ地震である。米国全体で見るとノースリッチ地震は1906年のサンフランシスコ地震以来最大の被害をもたらした。経済的損失においては、 米国市で最悪の自然災害の一つであり、1992年のハリケーンアンドリューに匹敵するいくつかの重要な病院は建物被害がひどく地震後に使用不能となった。地域の怪我人を受け入れられないばかりか、もともと病院に入院していた患者が搬送されることとなり、地震に耐えた他の病院には大きな負担となった。その結果、州議会は すべてのカリフォルニア州の病院が救急医療部と救急室が耐震構造を持つことを定めた法律を2005年1月1日に通過させた。また、この災害で捜索救難と復興に威力を発揮したのが1979年に組織されたアメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁であった。FEMA はその初期から世界各国の同様の機構の手本となっており、 有数の地震国であり、かつ台風や異常気象による水害も少なくない。日本でも検討された時期があったが、先送りが続くうち、いつしか立ち消えとなってしまった。ありがとうございます。